はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はいつもの話題とは少し違いまして、 Windows のアップデートのお話をしたいと思います。このお話は Windows 11 の話です。僕の本業は DTM を使ったレコーディングとか、いわゆる音楽スタジオをやってるんですけれども、音楽ユーザーの方はですね、なかなか Windows を10から11に変えれないでモヤモヤしている人もたくさんおられます。プラグインが対応していなかったりですね、 DAW がうまく動くだろうか、そんな心配をしている方も多いんですけれども、責任までは持てませんが、僕は 2,3 台のコンピューターを実際アップデートしておりますけれども、今のところは約1000ぐらいのプラグインがありますけれども、特別な不具合が出たものは全くありません。ですから皆さんも一度ですね、もしバージョンアップをしようと思っている方がおりましたら、僕の場合は結果的に軽くなったというようなことがありますし、使い勝手の面でとても良くなった部分もあります。不便になったことも一部あるんですけれども、それはまた一番最後にですね、お話をしたいと思います。今日の使い勝手はとっても Windows が便利に使えるお話です。ここにありますように、 Windows 11 のアップデートで KB5019509 という累積更新プログラムをアップデートしましたら、便利な機能が2つ増えます。その2つというのは、1つは今日の目玉の話でもありますエクスプローラーにタブ機能がついたということです。このよく見るファイルエクスプローラーですけれども、上を見てください。このようになってプラスのマークでですね、 Google Chrome のブラウザーのようにこういうふうに追加することができるようになったわけです。これはとっても便利ですね。この使い方を今日はご説明しますが、もう一点というのは、下にタスクバーというのがありますよね。このタスクバーがいっぱいになった時、 Windows 10とかでは2段になりまして、その2段を切り替えるというような操作が必要になりますが、今回のアップデート、僕の場合今はまだ下がいっぱいではないわけですけれども、一番最後のところにメニューのようなボタンがありまして、そこを押すとここに表示しきれないアイコンが簡単にポップアップするという機能です。この2点がバグフィックスとともに良くなったんですけれども、今日はそのファイルエクスプローラーについてお話をしたいと思います。例えばこのようにフォルダーが見えているとします。今まではもう一つのフォルダーを開く必要がありました。例えばここにエクスプローラーアイコンがありますが、これを右クリックなどするとこのようになりまして、新しくエクスプローラーを開くことになります。こうやって2つ目のエクスプローラーを開いておきまして、例えばドキュメントのフォルダーにコピーをしたいというようなことがありましたら、こちらにあります、例えばこの写真ですね、これをコピーするならば、こちらの方にドラッグしていって、そこで離すと。そうしましたら、ここ見えましたようにファイルがコピーされるというようになるわけですね。同じハードディスク内の場合はコピーじゃなくって移動になったりしました。これをですね、新しくなったエクスプローラーでやってみるとどういうふうになるかと言いましたら、通常はプラスでタブで開いておきます。そしてドキュメントホルダーを開くとします。ここに入れたいということになりましたら、先ほどのタブを開きまして、そしてここにスイッチャーの絵があります。ちょっと大きく分かりやすくするために特大アイコンにしておきます。そうしましたらこれがありますよね。これを右クリックをしまして、ドラッグしてこのドキュメントのタブに持っていきますと、ドキュメントのフォルダーが開きますので、
今度はここに持ってきて、そしてコピーしたいところで離す。離したらこのようなサブメニューが出ます。コンテキストメニューとも言いますけれども、これが出てきたらここにコピーなのか移動なのか、そういうのを選択してください。僕の場合はコピーをしますので、ここでコピーというのを選びます。はい、このように入りましたね。こうしてホルダーは便利に使うことができます。右クリックでタブを移動させるということです。右クリックをしている間は、例えばこのホームに行きまして、もしここでピクチャーホルダーに移したいと思ったら、そのピクチャーホルダーに行きます。そしてここで離すと、ここにコピーと出ますので、またコピーをすると、はい、このように入りました。こうして使うとですね、何がいいかというと、今まででしたらこのようにウィンドウがいっぱいになりましたよね。それを消したり最小化したりやっていたわけですけれども、もうこの一つのエリアだけで全部賄えるということになります。これたくさん出てきたらどうでしょうか。ここでプラスをどんどん押していきますね。はい、横幅いっぱいぐらいに広がってきたとしても、 Google Chrome などと同じようにどんどん小さな形になっていきます。このエリアですね、このエリアはいつも開けてくれていまして、ここでホルダーをこのように移動させたりすることができるようになります。大きく変わったところはこういうところなんですけれども、たかがエクスプローラー、されどエクスプローラーということで、とっても便利になりました。皆さんの方も Windows 11 に、一般ユーザーの方はもうほとんど問題がないですので、 Windows 11 にアップデートされればいいと思います。 DTM ユーザーの方はですね、ご心配という方は慎重になるのはいいと思いますけれども、ぜひとも検討をしてみてはどうでしょうか。この便利さというのはとても便利で、僕は重宝に使えるなというふうに感じています。それでは最後にお話をすると言っていた話ですけれども、少しもう今の時点で僕はソフトを入れていますので、皆さんの Windows 11とは場所が違うんですけれども、スタートメニューを押した時にですね、このようなウィンドウが画面の中央に出てきます。今までのようにプログラム一覧のリストというのがありません。ないわけでもなく、ここに全てのアプリというのを選択しますと、このように一覧で見れるようになるわけです。これが案外直感的じゃなく不便なんです。ですから僕はスタート11というソフトを導入しました。これがスタート11というソフトで、全世界ではかなりの人が使っています。このスタート11というのを起動しますと、このような画面が出てきます。これを Windows 10 スタイル、これにするわけですね。そうしましたら、ここでいろんな機能を使うことができます。例えばタスクバーですけれども、見た目の位置を変更するというのをしまして、ここを僕は左寄せというのを選んでいます。はい、今左寄せになりましたよね。そしていろんな設定メニューがあるんですけれども、左のウィンドウによく使うホルダーとかプログラムを入れておくことができたりします。この一番左の縦の列ですね、ここにこういう機能が増えたりします。また今見ていただいて分かる通り、このスタートメニューというピン止めをできるところですね、このエリアがとっても広くてですね、そして新しいページ、これは1ページだけじゃなく新規ページというのを選びますと、ページを切り替えて、そしてここに新しいタスクを入れていくことができるようになります。例えばこのブラックマジックデザインの ATEM ソフトウェアを入れてみるとしましたら、ここにスタート11にピン止めというふうにすると、このようにできます。もう一つ入れましょう。 ATEM セットアップ、
これも入れてみます。このように管理ができまして、またこれをページの1ページ目に動かすというのにするならば、前のページに移動というふうにしますと、前のページに移動してなくなります。それはこちらの方にいたわけです。これをいろんなグループを作っておけますので、このようにして場所を移動したりすることができるようになっています。こういう便利な機能ですね、これを使うことができるのがスタート11のこの機能です。バックグラウンドを変えたりとか、たくさんの便利機能がついていますが、このソフトを入れるとですね、とても便利よく使えます。そうしないとですね、先ほども言いましたように、このスタートメニューにソフト一覧がこのように出ないのでですね、案外不便なことがたくさんあるわけです。皆さんもこのようにしまして、 Windows 11にも挑戦してみてください。 DTM ユーザーさんも、僕がやった限りには困ったことというよりも、どちらかというと便利になった機能の方が多いと思いました。村長でした。